そうですね、今まではやっぱ自分たちがやるというよりも主催してもらってやってるっていうので自分たちはちょっと自分自身はちょっと頼っていい話だったかなっていうのがあるんですけど、今回から自分たちがやるっていうことでやっぱそうですね、自分たちがやりたいことがこうできるのが楽しみだなっていうのと、あとはそうですね、今の自分たちの気持ちとかも前の人に届けられるんじゃないかなっていうのは思います。はい、皆さんこんにちは。おもかじ、あてかじ、家のかじ、今夜はあなたのかじを取る海賊レスラー北条かえり、24歳独身です。イエーイ、こんにちは。皆さん知ってますか？実はですね、スターダムの、ファンクラブがですね、新しくこの度リニューアルすることになりました。それでですね、今までのファンクラブもすごく、ね、内容盛りだくさんだったんですが、今回はね、選手とかの案とか企画とかイベントとかがいろいろ組み込まれることになってるんですよ。だからより私たち選手のことをファンクラブとして知れると思うので、ぜひぜひ入ってください。私はね、やろうと思ってる企画はファンの方ともっと楽しいイベントを一緒に共有したいので、夏だったら夏らしいことをバーベキューとか海に行ったりとか楽しいことをみんなでやりたいし、あとバスツアーとかファンの皆さんとやってみたいな。通るかな？ダメかな？あとね、私企画で、漫画をちょっと描いてみようかなと思ってて、実は学生時代漫画を趣味で描いてたことがあったので、スターダムの選手キャラが強いのでちょっとね、面白い漫画にしてみようかなと思うんで、ぜひぜひこれファンクラブの中でしか見れないので、絶対ファンクラブに入ってチェックしてください。よろしくね、バイバーイ。はい、ファンクラブが新しくなりました。ファンの皆さんとたくさん交流できる場にしたいと思うので、皆さん入会をお願いします。チカッパやったるたい。